北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。11月7日日曜日の20時になりました。こんばんは、ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなぁという気分を皆さんからのお便りをもとに、女湯トークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送をしております。11月になりましたね。早いね。もう2ヶ月年末だよ、ほぼ。まばたきしてたらもう11月だったわっていう。いや、去年もね、本当に変化が大きい年だったんで、あっという間でしたけど、今年もさらに早い感じしますね。そう、今日ね、ちょっとあのチャポンと行こう聞いてくださってる皆様にちょっと便利な情報というか、話したくって、そう、北欧暮らしの道具店のアプリを使ってくれてる方が、まあ、チャポラーさんに限らず北欧暮らしの道具店のお客様の中で今すごい増えているんですよね。2年ぐらい前にアプリ作ったんですけど、アプリで、まあ、読み物を楽しく毎日読んでくださってたり、いろんな動画見たり、このチャポイコもアプリで聞いてくれてる人も多いし、お買い物もアプリで購入してくださる方の割合がもう日に日に増えていってるんですけど、そのアプリを使ってる方限定にはなっちゃうんですけど、すごくおすすめしたい機能があって、私も言われるまでよくわからなかったんですけど、ウィジェットって吉部さんご存知？存在は知ってて、どういうものですかって言われると、なんかおすすめが表示されるやつみたいな気でいました。そう、北欧暮らしの道具店のサイトとかアプリのアイコンとかをスマホのホーム画面に置いてくださってる方ってすごく今までもたくさんいらっしゃったと思うし、それとまた別でもうちょっと大きいアイコンの形というか、スマートフォンのホーム画面とか、まあ、今日の表示にアプリのいろんなお知らせ情報をカスタマイズして表示できる、まあ、機能のことなんですね。なんでいろんなアプリのアイコンってスマホのホーム画面に並べてる方多いと思うんだけど、それよりもちょっと大きいサイズで、ちょうど4個分ぐらいですかね。そう、写真みたいな見え方なんですよ。北欧暮らしのロゴのアイコンが表示されるんじゃなくって、例えば1日3回ぐらいそのお知らせの表示を今切り替えてるんですけど、朝だったら今日販売し始めた商品こんなですよっていう写真がそこに表示されたりとか、お昼ぐらいになると今ちょっと一休みの時読みたいコラムって言って読み物に誘導してくれるお知らせに切り替わったり、夜になるとまたなんかこんなコーナーありますとか、こんな特集ありますっていう写真の表示に切り替わるので、それをいつもホーム画面のまあいい位置に置いておくと、勝手にそれがね、なんて言うんだろう、日めくりカレンダーみたいにさ、いろんな情報を時間ごとに知らせ返ってくれてるっていう機能なんですね。これが私たちすごく写真とか大事にしてるじゃないですか。お客様が見た時に、あー気持ちいいお家だなとか、気持ちいい花だなとか、そういう風にして眺めてもらえるような写真をいつも撮りたいと思っているから、結構その写真をふんだんに使って、そのウィジェットでもお知らせを組み替えるようにしているんですね。なのでホーム画面を自分だけのお気に入りの箱庭じゃないけどさ、それカスタマイズするのにもすごくおすすめで、でこちらから能動的にアプリに行かなくても、そのウィジェットをホーム画面に置いておくと、使う人は受け身でもお知らせ内容をどんどんこう、そのウィジェットが教えてくれるので、たまたまスマホの電源入れてパッて見た時に出会いがあるっていうか、毎日1日3回切り替わるんで、なのでぜひこれチャポンと行こう聞いてる方に、なんで話したいかなって改めて思ったかっていうと、あ、今日チャポンと行こうの配信日だっていうのを、日曜日隔週の夜8時にウィジェットでお知らせ出していってみようかなと思って、そうすると、まあ、いろんな方角から、あ、今日8時チャポンの日だって楽しみにしてくださってたり、気づく方いらっしゃると思うんですけど、ウィジェットをホーム画面に置いとくと、スマホってちょこちょこ動作の途中で見るじゃないですか。なんでチャポンを聞いてくださってる方はウィジェットがあると一番に気づけるっていう、なるほど、そう、良さあるかなと思って、ラジオリスナーの方とウィジェットの機能ってめちゃくちゃ相性いいんじゃないかなと思いまして、
で、はい、これね設定の仕方がものの1分もかからずできる、めちゃくちゃ簡単なんです。北欧暮らしの道具店の、まあ、サイトだったりアプリに行っていただくと、トップページにウィジェットの設定の仕方みたいなの分かりやすいバナーを出しておくので、うんうん、そこをタップしていただくと、その3ステップの解説がテキストであったり、テキストで読んでちょっと分かんないなっていう方のために動画もあるので、うんうん、ぜひ。吉部さんもね結構簡単にできたでしょ。実はさっき入れたんですよこれちょっと初耳でねあ、社員でもそういう方まだいらっしゃったのねっていう、割と毎日能動的にページを見るタイプなので、そうだよね、アプリで十分なんだろう追いかけられていて、表示されなくてもこう見に行っちゃうタイプだったから大丈夫だったんですけど、3ステップでしたね。そうなんです。動画を見たらそう簡単そうだから雑談しながら今入れてたんですけど、うん、早速写真が表示されてて、うん、あ、なるほどこういう感じかっていう。でプッシュ通知ほど出ましたぜっていう感じがなく、うんうんうん、なんか控えめに変えておきましたくらいの感じなんだなっていうテンション感もいいのかもしれないって思いました、うんうん、そうなんですよね。綺麗な写真をいつもホームに置いとける良さっていうのが、うん、私はもう本当この8ヶ月ぐらいウィジェットを愛用してて思うことで、それが自分で能動的にめくり替えなくても私たちのお店の方で表示を変えていくんですね、時間ごとに。なんでちょっとこう出会いをね楽しんでもらうっていうか、情報との、結構私たちの側もウィジェットを入れてタップしてアプリの記事とか商品に来てくれるお客様とのいいタッチポイントを作れるように日々すごく試行錯誤を工夫しているので、運営してる側とそのウィジェットを入れてくださる方の出会いのね、うんうん、場みたいになったらすごくいいなと思います、はい、うん、45度もう今45度。やっぱりね、やっぱお店の話はどうやったってごめんなさい沸騰しちゃわざるを得ないよね。だいぶ長くなっちゃったんですけど、トップページに設定の仕方が案内されていたり、あとアプリとかポッドキャストとか Spotify とかでこのラジオを聞いてくださってる方は概要欄の方にその設定の仕方の記事へのリンクを貼ってますので、興味がある方はぜひウィジェットとのお付き合いを始めてもらえたら嬉しいななんて思います。はい、はい、チャポラの皆さんから今日もたくさんお便りいただいております。ご紹介するところから始めたいと思います。東京都にお住まいのラジオネームブランケットさんからのお便りです。過去回でお料理したくなる映画としてリトルフォレストを紹介されていましたよね。ネットフリックスで視聴してからというもの、まさに心がクタクタになった時のビタミン剤のような存在になっています。1エピソード見てから北欧暮らしの道具店のアプリを巡回する一連の流れで元気がチャージされるのです。さてそれとは別に、私は疲労が溜まった時の対処法として星空を見ることが多いです。プラネタリウムでは演目に合わせたアロマを焚くプログラムもあり、とてもリラックスできます。とはいえ最近はあまり外に出られないため、悩んだ結果思い切って月の見えるベランダ近くに寝袋を敷いて寝てみました。これが大当たり。都内にいてもアンテナの立て方次第で自然のパワーをもらうことはできるのだなと思います。秋は特に月が綺麗な季節なので、寝袋とまではいかないものの窓辺でくつろぐ時間を共有できましたら幸いです。これからもラジオ楽しみにしています。おー、素敵なお便りありがとうございます、はい、ブランケットさんありがとうございます。いいですね、月とか星空ね、うん、感度がいい方なんだろうなってい う私もずっと昔っていうか若い頃に渋谷だったかな、プラネタリウムで、うんうん、アロマセラピーとのコラボというか、香りが焚かれた中で星空と音楽を楽しむっていうイベントにね1回だけ行ったことがあって、うん、まあそれはそれはね、うん、いい時間だったっていうのをすっかり忘れてたんだけど、ブランケットさんのお便りで思い出して、うん、ただなかなか今くつろいだ気持ちを得るためにプラネタリウムに行こうってできなかったりするから、うんうん、そう、私もよくお風呂上がりとか冬でも一回ベランダ出て夜空を見るとかはよくやってるかも、うんうん、そうね、夜空なんかたまに月がいい角度で見える時に、うん、満月だと報告しちゃう。本当ここ数日も月が綺麗でしたよね、ね、まんまるで。そうそう、なんだろうな、
私はすごく、あ、月綺麗だなって思うのと、あのなんかみんな同じ月を見てるのかなとか思ったりして、うんうん、ちょっとなんかこう気持ちがこうキュンってします。なんか言い始めながら照れるのやめてほしいよ本当になんかって言ってだからこう家族がいるから、うんうん、いやすごい今日ちょっと来てみなよ、多分よしべもやってるんだと思うんだけど、うんうん、ちょっとめっちゃ綺麗今日の月とかって私もやるんですけど、これ例えば今ね仮説よ、これ仮説ね、うん、はい、すごく若くて恋愛中とかだったら、うん、今なら LINE かな送るよね、写メ撮って月綺麗だよ、すごい今日月綺麗だよって、そういう気持ちになります、月見ると。なんかやっぱり、あ、みんなこれ今日気づいてるかなって思っちゃうんだよね、うんうん、こんなに今日月が綺麗だってこと、うん、お気づきっていう、わかる、なんだろうね、うん、なんか共有したくなるよね、うん、そう、あれ本当に自然の偉大なもので、うん、あるイフの念っていうのかな、うんうん、やっぱ綺麗な月とか人間にはこう計り知れない、うんうん、そういうものを見た時ってやっぱり大切な誰かにそれを教えたくなるっていう、うん、自然な衝動がありますよ ね、うん、あと1時間後にはこの今ちょうどいい窓から見えなくなってるかもしれないから、今っていうこれね今しか見れないのよっていう、なんかこ うかるすごい圧かけながら共有しますね。そうで今小5の息子とかもとかって来てくれるんだけど、うん、あ本当だとかって言ってまたゲームに帰っちゃったりするから、分かっとらんなって一瞬一瞬の出会いよっていう感じで私はちょっとね、話がねそれちゃったけどなんかこのお便り読んで嬉しくなっちゃったのが、そういう窓辺でくつろぐ時間を共有できましたら幸いですって書いてくれて嬉しくないですか、ね、今多分聞いてる方ちょっとベランダ出てる方もいるかもしれないなって思いました、うんうん、いや本当ですね、きっと共有できてますねこれは、うん、素敵なお便り本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきましょうか。ラジオネームもみのきさんからのお便りです。ずっと前の回になりますが、10夜の放送で佐藤店長が体調管理のために自分を知ることを大切にしているとお話しされていた言葉がずっと心に残っており、それから私も自分を知ることを意識するようになりました。体調管理以外にも特に私は突発的な出来事に弱いなぁとも思います。最近は子供が夜中や早朝に鼻血を出すことが多く、そんな一日の始まりを終えて出かけようとすると、車のバッテリーが上がっていてエンジンがかからないなど、小さなことでもいつも通りが崩れる出来事が続くと余裕がなくなり、心がとても疲れてしまいます。もうちょっと早く教えてくださいなと思う家族絡みの出費、突然の予定変更など、その度に対処法は覚えてきたと思うのですが、もともと計画や準備をして安心する性格もあり、なかなか苦手意識が消えません。お二人はそんな場合、どんな風に向き合われていますか？よかったら教えてください。もみのきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。向き合えてないな。全く、本当に全然向き合えなくなってきてるかもしれない。前はちょっとなんか、冷静を装ってみたり、うん、なるほど、来た来た、みたいな、苦しいよないみたいな感じで対応してみる、ふりをしてみたけど、うん、なんか最近は、あえて、イライラしながら、うん、もう今頃言うみたいなことを、わざわざ言って、それで嫌な気持ちになる人いるんだよっていうのを、うんうん、お知らせするようになってるかもしれない。うん、やっぱ、イレギュラーって常にストレスですよね。本当に。うん、だから変化って、でいい変化も実はすごいストレスかかるらしいんですよ、うん、人間に。だからでそもそもいい変化も悪い変化もめちゃくちゃストレスフルなことだって思うようにしているので、私も結構この状況だとやっぱり最も動揺する系のことなんですよ私も、うんうん、子供が急になんか嘔吐するとか、はい、そういうことがあったりするともう大パニック、うんうん、今でもだし、その中で例えば病院連れて行こうとしたらエンストとかになったとしたらもう大パニック、大パニックですね、うん、子供のことはまだ気遣う気持ちがあるから、うん、冷静さをちょっとだけ保てる気がするんですけど、うん、信じてた車まで裏切ってきたらね、そう裏切ってきた今ってなりますよね。そうなるし、まあそこでどうするかって言ったらやっぱり下打ちだよね
怖い。もう 100% チェって言っちゃうと思う。下打ちは怖いな。下打ちが出ちゃうよ、これは。で、なんかやっぱ夫に当たっちゃうと思う。まあ、ちゃんと点検したの、車みたいな。そういう時にこう余裕なくすと、なんかこう、周囲の人に当たっちゃうんだよね。やだな。やだね。そばにいたくないな。いや、いない方がいいと思う。一番人間らしい反応が出ちゃうよね。そうそうそう。なんでね、本当に向き合えてない。向き合えてない。今日だって、お米が熱いだけで、もうイライラしましたからね。どういうこと？お米が熱い？なんか、お弁当を作るんですよね。で、朝食のために完熟の洋梨も剥かなきゃいけないので、手がぬるぬるするのを終えた後に、熱々のご飯で今度昆布を包んで、おにぎり握りましょうってするけど、すごい熱くて。もう熱いで、熱いな、もうって。握りないよ、こんなんじゃって。それでイライラがマックスになったんで、なんかやっぱり弱いなって。弱いね。だって、洋梨がぬるぬるしてて、お米熱いだけで掘っちゃうんでしょ？そうそう。だから、なんか今朝は余裕がないなと思って。いや、だから、そんなもんだよね。いや、これはね、本当に私たちも誠実にお答えしてるんですよ、これ。なんで、なんかいいコツあったら、もちろんお伝えしたいんだけど、そう。だから、一つ何かお答えできるとしたら、うん、お米が熱いって、っていうことでチェッチェ言ってる人がいるって思い出していただくと、そうですね、結構みんな一緒じゃんってなるかなっていう、あの人も今日お米熱くて怒ってるかなって思い出してもらえたら、そんなこともあるさですよ、本当に。じゃあその他にもたくさんのお便り本当にありがとうございました。ありがとうございました。お便りはすべてチャポイコスタッフ全員で楽しく拝見をしております。それでは本日のテーマとなるお便りに行きましょう。北海道にお住まいのラジオネームわさわささんからのお便りです。お味噌汁がお好きな2人におすすめしたい具があります。それはお出汁が染みた刻み揚げです。揚げといえばスーパーでは冷蔵コーナーのお豆腐の近くに並んでいるのが常ですが、こちらは常温保存の乾物コーナーにあります。若干しっとり気味に乾燥しており、甘めの味付けで赤いきつねのお揚げに似た味というと想像しやすいでしょうか。私は緑のたぬきより赤いきつね派で、揚げは最初と締めに半分ずつ食べるような人間なので、この商品に出会った時はとても嬉しかったものです。油抜きも不要で、まな板がギトギトにもならないし、お味噌汁以外にもお鍋やひじき、炒め物、意外と思われるかもしれませんがトッポギにも合います。もしご存知でなければぜひ試してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと気になるな、この食材、うん、お出汁が染みた刻み揚げ、私知らなかったです。私もこれ知らない。もうすごい魅力的なこのお便りを読んで、うん、今すぐ買いに行きたいけど、どこにでも売ってるものなのかな、これって。ね、ちょっと確認したいですね、近所のスーパーで。高野豆腐とか、うん、乾物のひじきとか、あの友達みたいな感じですかね。そう、油抜き不要。まな板だがね、確かに。切る時にあれを、まな板洗うのが嫌で。わかります。油が染みたりしますもんね。買ってみよう。ね、ということで、今日はスーパーで買えるおすすめ食材っていう話、久しぶりにしていいそうです。まあ、だいぶ前ですかね、一回食材の話をしたことがあると思うんですけど、久しぶりですね。すごいたくさんお便りの時いただいた記憶があって、うんうん、私はこんなの買ってますって教えてくださる方もいたし、またいつか第2弾をっていうお声も多かったんで、はいはい、最近の吉部さんや私が絶対これは切らしたくないとか、うん、毎週買い出し行ったらこれは絶対買い物カゴに入れてるとかっていうものありますか？うんうんうん、なくなったら困るものをじゃあ言いますね。うん、井上商店のいきなり具体的だ。いきなりめっちゃもう商品名出てきた。これはね、本当美味しい、うん、井上商店のしそわかめ。あのパッケージに、うん、萩井上のしそわかめって書いてる、うん、しっとりした食感のふりかけなんですけど。うん、しそとわかめっても絶対美味しいでしょ、うん、でごまが入ってて、ね、うん、それをこう混ぜご飯にして おにぎりのこの話今日2回目になるけど、うん、それあのイラッとしたんでしょ、ご飯が熱くて。そうそうそう、でも混ぜご飯にするときはいい具合にあの熱も飛んでるので握りやすいんですけど、これがねあのしっとりしててすごい美味しいんですよ。ふりかけとして食べても美味しいし、炊きたてご飯に混ぜて
混ぜご飯にしても美味しいし、なんか他にも豆腐に合うよとか炒め物にちょこっと味付けに入れるといいよとかもあるみたいなんですけど、ご飯と合わせるっていうだけでも満足してしまって、うん、他には使い道、うん、ちょっと開拓できてないんですけど、うん、すごい美味しい、一番好きなふりかけかもしれない。これはちょっと探したいですね、うんうん、普通にお米が美味しく食べられる、うんうん、そういうふりかけとか、はい、お漬物とかそういうのあるとすごい安心しますよね。安心する。他にもあったりするんですか？他はいろいろあるんですけど、ウェイパー。ウェイパー？あのパッケージが真っ赤な缶で、うん、あの漢字2文字なんですけど。ああ、はいはいはい、わかりました。おじさんのマークがついてる。はいはい、ウェイパー。ウェイパー、豚と鶏のベースの出汁なんですけど、うんうん、半練りタイプというかちょっとしっとりしたスープの元か、元なんですけど、だから出汁と一緒ですよね、組み合わせる調味料次第でも味がいろいろ変わるから、うん、中華味の時には絶対使うし、ちょっとした鍋もスープも餃子チャーハンとかもこれで作ると美味しくできるなと思って、うんうん、それを入れて例えば餃子だったらその具材に一緒に練り込むみたいなことですか？そうそうそう、うん、塩とか胡椒とかみたいな感じで一緒にウェイパー入れてナンプラー入れてとかってするとなんか底味がしっかりした美味しいって思う味になるなぁと思う。そうウェイパー好きですね。で最近なのか海鮮ウェイパーっていう、うん、これまでの定番のやつは豚と鶏がベースだったんですけど、今度海鮮味がベースのものができたらしいので、水色の缶の、うん、それまだ買ってないから試したいなって思ってるところです。また新世界というか出てきましたね。買ってみたい、うん。私はその調味料系だと、うん、最近あの独り言エプロンっていうドラマを作った時に、料理家の瀬戸口しおりさんっていう方がこう一人暮らしだったりとかしても簡単な食材で割と短時間であのできるいろんな美味しい料理をそのドラマのために開発してくれたんだけど、うん、その中で白だしが結構出てくることがあって、私もそれまであんまり白だしって使ってなかったんだけど、独り言エプロンのドラマを機に白だしを瓶でお家に置いておくようになり、あと母が焼きあごだしっていうのを美味しいよっていろいろ煮物とか何でも使ってみてって言って送ってくれたものを結構常備していくようになったんですよね。で夏ぐらいから余裕のない日々が続いていて、うん、本当に料理スランプみたいになっちゃって、うんうん、定期的に私なるんですけど、もともとがすごく私料理が好きっていうタイプではなくて、まあ、気分転換になる時ももちろんあるんだけど、平日はほぼ責任感でご飯作ってるから、うんでまあ、お味噌汁は毎日いろんな具材で作るし、ご飯も炊くし、炒め物とかいろんなご飯作って家族に出すんですけど、なんかこう自分の味付けっていうのが全然できてなくて、まあ、お味噌汁もさ味付けって言っても味噌じゃんですよ、ね、と野菜から出る出汁じゃん、うんうん、だからなんかすごく自分が味をつけられるかどうかっていうことをなんかすごい自信なくしちゃった時期が最近あって、うーんで何で自信取り戻そうかなって思った時に、複雑な料理は作れないから、うん、だし巻き卵と肉じゃがだなって思ったんですよ、うんうん、でだし巻き卵に母から教えてもらった焼きあごだしをちょろっと入れてそれで作ってみたら、すっごくこう懐かしい感じの、うんうん、いつもの自分が作るのとは違うだし巻き卵ができて、家族も一つのおかずとして喜んで食べてくれた日があって、うんうんうん、で肉じゃがも高山直美さんっていう料理家さんすごい好きなので、あの彼女の昔出された本のレシピで先にあのお肉を炒めて、うん、そのお肉自体にお砂糖とか醤油で味をつけてしまって、その炒めて甘辛く味がついてるお肉の中にじゃがいもを後で投入するっていうやり方でも若い頃からずっと作ってるんだけど、うんうんうん、それに少しだけ白だしを垂らして煮込んでみた時に、またその肉じゃががすごく美味しくできて、うん、家族がなんか肉じゃがしかその日おかず出さなかったんだけど、うん、めっちゃ美味しい美味しいって食べた上、うん、なんかご飯に汁かけて肉じゃが丼みたいにしてもうすっごい綺麗に食べてくれたのね、うんうん、それがなんかもうすっごく嬉しくって、そんなに凝った料理じゃないんだけど、うん、でもなんかその出汁のおかげで
美味しい味がつけられたってなったわけ、うん、最近、うん、そうっていうだけの話なんだけど、めっちゃいいそう、うん、ちゃんと味つける料理作らないことが続くとなんか自信なくなっちゃうんだよね、うん、なんかあれみたい、自分探しに似てる感じがしました。あちょっと置き換えるとなんか多分自分そこにいるからもうあるのに、うん、なんかないと思って探しちゃう。でも味付けも多分できてるけど自分がないっていう気になっちゃうっていう、なんかこう、うん、自信の取り戻し方が、あれちょっと待って待って、私の中ではすごい理解できてるけど口で説明できない。でもなんか吉部が言いたいこと分かってきて、うん、今なんか知らないけどちょっとジーンとしてる。必ず買う食材話に戻るんだけど、うん、そういう感じなので、はい、スーパーに毎週末家族で大荷物持って帰るような買い出しに1回だけ行くんですけど、うんうん、それで平日やりくりするんだけど、ステーキ肉、うん、は冷凍もしとけるじゃない、買っとけば。だからステーキ肉を買っといて、美味しいバターと塩、うん、醤油、うん、でガーリックがあれば結構元気が出る。しかもめちゃくちゃ満足感のある一品になるんで、ステーキ肉をね必ず週末買って平日のどこかでステーキにして食べてるっていう、うん、食べてる、まさに買ってる。逆だけなんだけど、そうそうそう、うん、美味しいよね。美味しい、うん、吉部さんも買ってる。あ、本当？毎週じゃないんですけど、スーパー行って好きな部位がいい厚さで売られてる時は、あ今日でしたかと思って買ってます今日麻婆豆腐の気分だったけどもうステーキですみたいなそうだよね、さっと切り替えて買いますね。うん、そうなんか、あ冷蔵庫にステーキ肉のパックが眠ってるって思えてる昼間って、うん、なんか頑張って仕事できるんだよね。確かに今日はあいつを焼けやいいみたいな。そう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 、焼けやいいっていうね、あれと味噌汁がありゃそれでいいみたいな、ありゃいいってそうステーキってさ、どうやって焼いてる、うん、え、どうやって焼いてる。私は焼く前にお肉に塩と胡椒を振っておく、うんうん、黒胡椒、はいはい、で、最初バターを溶かして、うんうん、薄切りにしたガーリック一かけ分ぐらいを焼き色つけたところに、うん、ジュワッて肉の塊を、だいたいそうだな、うん、1センチ5ミリくらいの厚さの、あ、そうそう、1.5 ミリぐらいがでしょ、うんうん、あれをだいたい2つ入ってる、2つ寝転がってるパックを私は買ってくるんだけど、はいはい、それをフライパンでジュワッと一気に片面焼き付けて、うん、焼き色ついたら裏返して蓋をして、少し私はウェルダムっていうか、あんまり中が赤い状態で食べるのが苦手なので、うんうんうん、蒸し焼きにしてしっかりめに焼いたら蓋開けて、最後に醤油をブワーって特に投入するだけなんですけど、うんうんうん、その焼き方って合ってるのかな。え、好みでいいんじゃない。なんかね、うん、いいと思います、いいと思います。私が判定する判定員じゃないんですけどいいのかな、美味しそう。チャプラーさん、ステーキ焼くの上手な人いたら、ね、ここでこうするといいよとか教えてほしいです。私あれが好きです。あれは絶対添えたいっていうのがあって、あのじっくり焼いた玉ねぎ、あこう水分飛ばして焦げ目がちゃんとついてて、うん、噛んだらとろけるぐらいの感じの玉ねぎを焼いといてでから肉に取り掛かります。ニンニク塩コショウっていう調味料をこの間見つけたんですよ、うん、混ざってるの。混ざってる。へー。そうで、ニンニクも皮むいたり潰すことも私は端折り始めて、あ、ニンニク塩コショウだ、やったと思ってそれを振りかけて、フライパンもティファールのテフロン の、うん、あのくっつきませんってやつに油も敷かずにそのまま赤身肉をこうガーンって寝かせて、うん、置いたら 1,2 ミリくらい色変わってくるじゃないですか。下からね、うん、ってなってきて、この表面の水分もなんか浮いてきそうな予感がした頃にひっくり返して、うん、やーって焼いて、うん、中はあったかいけどレアみたいなのがうちは家族みんな好きなので、うん、1.5 分焼いてまた 1.5 分、厚みによっては2分みたいなところをこう見極めながら最後キッコーマンのステーキ醤油ニンニク風味をかける、うん、あそこにもニンニクが入ってるんだ。そうだからね、塩コショウニンニクも酒使ったのに最後にニンニク風味のステーキ醤油もかけて、最初に焼いといた玉ねぎをその味にしながら、うんうんうん、で熱いのをこう食べる。へえ。でもニンニクね、強っていう感じになんないんですよね、うん、どっちもほのかなニンニクの香りっていう感じ。なんかステーキはいろいろ各家庭で焼き方ありそうだね。
シンプルな料理、本当ほぼ素材を楽しむ料理だけど、なんかこう牛肉食べるとさ、ちょっと翌日元気な感じもするし、いや本当に肩がよく回る気がします。そうそうそう、なんかちょっと今日なんかいいな、シャキッとしてるなってなるから、うんうん、そう牛肉はそう勤めて週に1回ぐらいね、簡単だし、うん、そう最近はステーキ肉ね、これまだまだね喋れる食材あるんだけど、ちょっと店長のメモ読むと豆苗、かぼちゃ、さつまいも、チンゲン菜って書いてありますね。豆苗はねもう毎週買い足すんですよ、うんうん、炒め物にもちゃっと使えるし、お味噌汁の具にもちょっと緑が足りない時最後にパッて放り込めるから、うんうんうん、で栄養価もね高そうなイメージあるので、うんうんうん、豆苗は毎週買ってます。あと今の季節は特にですけど、かぼちゃとさつまいもはせいろを使うようになったので、あもう一品だけ欲しいけど煮込んだり炒めたりするのはしんどいなっていう時に、うん、さつまいもとかかぼちゃを普通にスライスしてせいろに並べて蒸す前にパラパラっとその上にお塩をかけて蒸すと、ちょっぴり塩味も楽しみつつのホクホク、昨日もそれ食べたんだけど、すっごい美味しくって、うん、あとチンゲン菜とかも買っておきますね。それも蒸すんですよ、せいろで、はいはい、そうするとそのもう蒸し器のまんまテーブルに出してポン酢とかお醤油をちょろっと垂らして食べるだけなんだけど、うんうん、立派な一品になるのね。あれをね蒸すとさ、中の水がパンパンなまま出来上がるじゃない。そう、あれがたまらないよね。たまらないんだよね。で木の香りがちょっとお野菜に移るじゃない、うんうん、だから茹でたりするよりすごく香ばしいっていうか、嗅覚も刺激されるから食欲もなんか湧くよね。あの匂いがね、もうごちそうだよね、せいろの。そういうのってある？吉部さんも。吉部さんもなんかメモすごい書いてあるけど、今すごい共感ばっかりしたけど、さつまいも出てきたやつ、さつまいも言った、あれ毎週買ってるって思いました。 やっぱりえ、どうやって食べてるの吉部は。あのタイプが違いました。ホクホク派ですね。ホクホク派です。私ローストしてねっちり派なんです。あ、電子レンジのオーブン機能を使って160度で2時間焼くんですけど、そうするとつぼ焼き芋みたいになるんですよ。それを平日仕事を家でする日とかに、あ、焼いとくんだ。オーブンに放り込んでおいて、なるほど、なんかランチは芋食べとけば大丈夫みたいな、なんか進行があってあとゆで卵、はいはいはい、ゆでといて、ゆで卵とさつまいもランチによくしてますね。でたまにオーブンの中でボスとか言ってんですよ、うん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 、あ、今蜜吹き出し始めたって思ったらもうすぐ食べれるって思うとすっごいはかどりますね。いいですね、うん、そうだからなんかよくあるスーパーに並んでる野菜とか根菜とかだったりするんだけど、うんうん、いやもう本当にテーマパークっていうか、もうワンダーランドだよね、スーパーマーケットって、うんうん、私も最近あの車をね持つようになったんで、はい、生活が結構変わって、うんうん、近所のスーパーじゃなくてなんかいろんなスーパーの口コミ調べて、わざわざ遠くのスーパーに車で買い物行くの結構週末の楽しみで、え、行きたい。そう、すごい充実した気持ちになる。なんだ今日このスーパーめっちゃ楽しいなっていうところに出会えると、どっさり買ってさ、でトランクに詰めて帰ってきて、それをこう自分の中で台所で音楽かけて仕分けながら、これは冷蔵庫とか、これはこのカゴの中に入れてって、うんうん、買ってきた食材をこう仕分ける時間がまた楽しいんだよね、家で。なるほどね、うん、なんかあの農耕民族として我々生きてるけどさ、うん、日本国自体はやっぱ元は狩猟だったんだなっていうのを店長の話聞いてて思いましたね今日は何を狩ろうかって車の部分乗って、ね、うん、族長だから買ってきた人がで分配して家族に分配してね、太古の昔から変わってないんだよなっていう。これで本当に料理が好きだったらよかったなって思うんだけど、買ってきて仕分けるってところまではね、うん、すっごく好きそっか、あと料理しなきゃいけないんだね。そう、そこに料理長みたいな人いたらね、最高だけど料理長、私族長として取ってくるから、食材族長だけど料理長じゃないもんね。料理長じゃないのよ。それが全部好きっていうね、生まれ変わったらそんな人生をね送ってみたいけど、ね、わさわささんからお便りいただいて、最近の私たちの食事情とかね、うん、話すことができました。皆さんいかがでしょうか。きっといろんな食材知ってたり、ステーキの焼き方一つでもいろんなタイプがあると思うんで、またお便りで教えていただけたら嬉しいです。
て今夜のインターネットラジオチャポンと行こうはここまでです。皆さんお湯加減いかがでしたでしょうか。吉部さん今夜は、はいね、ちょっと最初のウィジェットの話で45度出しちゃったけど その後の食材の話とかでちょっと判定お願いしていいですか。はい、熱くはなった気がするんですけど、うんうん、ある意味でね、ある意味では熱かったけど、うん、38度にしようかな。38度、はい、そう結構お便りで一緒にこれ言ってくれてて、うんうん、当たったとか外れたってっていうぴったりでしたっていうお便り来てたでしょ。私が正解になってるんですね。そうなんですよ。だから結構吉部さんが何度っていうかを緊張するわ。そうですね、はいはい、今日も皆さんの気分が少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など、合計7カ所で配信をしております。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。感想ご意見ご質問などサイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただきページ後半にあるバナーよりお送りください。 Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポラーの皆さんお便りお待ちしてます。次回のチャポンといこうは11月21日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。